こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。女性の方も男性のパートナーさんのチェック欠かさずやってくださいね。健やかな健康なくしては健やかな勃起もありえません。一緒にやっていってください。今日は毎日4分、寝る前布団の中でできるチントレについてご紹介したいと思います。もはやもう椅子に座ってでも、信号待ちでもない、テレビを見ながらでもない、布団の中でできてしまうという究極のズボラチントレについてご紹介します。で、これ女性がやることによって膣トレにもなりますので、寝る前必ずで癖付けをするといいと思います。がっつりチントレの時間が取れないという方とか、でも勃起力はキープしたい、そんな方におすすめです。ちょっとこれこう見られると恥ずかしいかもしれないんですけれども、今日やるトレーニングは足パカというものです。 YouTube とかでも足パカって検索するといっぱい出てきますので、私の説明で心もとない方は足パカ検索してほしいんですけれども、おちんちん力にも直結する内転筋というところ、この内ももですね、内ももを鍛えてくれるトレーニングだし、あとは下っ腹も鍛えられるので、お腹をへこませたり、とにかくやはり勃起力には下半身強化ということが大事ですので、とってもいいトレーニングですね。で、内転筋を鍛えることによって内もも周辺の血流が良くなって勃起力にも期待されますし、お腹ね、さっき言ったけどお腹のたるみがすっきりしてきたりとか、足痩せ効果もあったりとか、男女ともにとっても嬉しい筋トレですので、早速やってみたいと思います。はい、では早速やっていきます。お家でテレビを見ながらこうやってマット敷いたりとか、絨毯の上とかでもいいし、お布団の上とかでもいいです。まずこうやって寝そべります。見えるかな。こうして足を上げます。で、この時にお腹にもうすでに下腹に力を入れておくことが大事です。これお腹に力が入らないと腰に力が入って腰痛くなっちゃうので、上げた時にしっかりとお腹に力を入れておく。で、そして足パカなのでいきますよ。パカお腹に力入ってますか？これです。これだけです。足パカで、これをまずは30回1セットぐらいでやってみましょう。じゃあ一緒にやってみましょうね。この時気をつけるのは、下げた時にここに力が入っていることを意識するのと、それからこうした時になんていうの、反動をつけずお腹の力と内ももの力でしっかり足を開いたり下げたりするっていうのを意識してください。じゃあいきます。せーの。1秒ぐらいで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。30回どうでしたか？結構めちゃくちゃきついです。これ寝る前やったらぐっすり寝れるかもしれませんこれが基本です。で、今からいくつか応用編というか、ちょっと高度なものを紹介していきますので、まずはでも結構これきついので、この普通の足パカ30回をできるようにしてください。慣れてきたら次の応用編に行くといいと思います。じゃあ次ご紹介しますね。はい、じゃあ1つ目がゆっくりバージョンです。5秒ぐらいでお腹に力を入れて1、2、3、4、5 1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4
こんな感じでゆっくりバージョン、これもっとプルプル効きます。で次がですね、クロス、これも効きます。これも効く。はい、次片足ずつ、この時にこの軸足がぶれない、あーきつい、軸足がぶれないようにしてください。反対も、お腹にグッと力を入れないとなんかこういっちゃうので、しっかりと力を入れて、はい、次が足裏をくっつけて、地味ですけどこれも、はあ、きつい。最後に膝を直角に、本当にこれお腹に力を入れてくださいね、腰痛くなってくるので要注意で、直角にしてからの開き、かかる、こんな感じでのバリエーション紹介でした。結構どれもきついので、最初にやはり基本の足パカを習得してからバリエーションに進んでいくといいと思いますが、これ効くと思うので一緒に毎日チャレンジしてみましょう。はい、ということで今日はここまでです。満月堂のみょんでした。またお会いしましょう。バイバーイ。